ボンバーボンバーほらアルティメットボンバーだ。はい、ということで今回は題名の通り久しぶりの ASMR をやっていきたいと思います。今回はマシュマロ飴とメロン飴を作ってきたので、それで ASMR をしていきたいと思います。全然 ASMR の機材とかいいマイクとか持ってないんで、すごい低クオリティなんですけど、まあ、暇つぶしに見に行ってください。飴は自家製で作ったんですけど、私お菓子作りとかそういう系の料理が苦手なので、出来上がりがだいぶ悲惨なんですけど、はい、とりあえず食べていきます。いただきます。とにかく甘いです。個人的には1個で十分かなって感じです。じゃあ次メロン飴、本当にこれ出来が最悪なんですけど食べていきたいと思います。めちゃめちゃ美味しいです。なんかメロンがそこまで甘くないやつなんで、飴とちょうど合うかなって思います。はい、ということでごちそうさまでした。 ASMR なのにちょっと時間が短いなって思うと思うんですけど、私最近あんまり甘いものが食べれなくなってきたんで、年のせいですかね。やっぱ18から19のこのラインってだいぶ体にくるみたいで、ちょっと甘いものがね一気に食べれないです。今日はリスナー向け動画って感じですかね。明日またモノモス系とか出すと思うんで楽しみにしてください。それじゃあバイバーイ。